今年もね日本から、はい、挑戦する、はい、まあ、山本由伸とか、はい、今永とか、はい、松井とかいるけども、はい、どういうことをアドバイスするの？これって人それぞれなので、本当ボールとかマウンドとかって、うん、まあ、人それぞれの感覚もあると思うので、うん、僕がこう良かったなというか、考え的に僕がやってたことは日本と比べないっていうことですね。うん、ボールもマウンドもそうですけど、日本のボールはこうだったのにな、うんうん、日本より滑るなってなると、うん、絶対滑るし、うん、絶対違うんですよ。マウンドもそうですけど、うん、だからもうアメリカはアメリカなんで、うん、アメリカのボールで野球しなきゃいけないし、うん、アメリカのマウンドで野球しないといけないんで、うん、そのボールで自分がどう投げるかっていうのを考えるだけ。うん、ですし、環境もそうですね、うん、言葉が通じないとか、その生活環境とか食事とかもそうですけど、日本と比べればやっぱ僕らは日本人なんで絶対日本の方が住みやすいですし、うん、食事ももちろん日本の方が美味しいので、うん、そこと比べてしまうとストレスになってくるんですよ、うん、日本の時はこうだったりとか、なんでもアメリカはアメリカなんで、うん、もうそこの合に入れば合に従いじゃないですけど、うん、そのチームのルールとかそこの環境とかで、うん、過ごすことだけを考える。はい、僕はだから日本だったらこうなのになとかあんま考えなかったんで、うん、正直ストレスなかったというか、まあだから言い訳を用意しとかないということだよね。そうですね、あんまりなんか比べたりとかしないのと、だから野球以外の部分でストレス感じてしまうと、うん、野球に影響するところも出てくると思うので、うん、僕は本当にストレス的なものは野球が多かったのと、うん、あとはそうですね、まあ、家族があとはストレスなければ一番いいかなと思うので、一緒に家族と行くんであれば、まあ、家族がこうストレスなく暮らしていくことができてれば、まあ、野球に集中できる。どういうふうに守ってるの家族は？まあ、助けてくれる人ももちろんいますし、生活を、はい、あとはなんだろうな、まあ、妻が英語を話せたっていうのはもちろん大きかった部分ではあるんですけど、まあ、子供たちもそうですし、なんか、まあ、子供たちは子供たちでなんかアメリカの学校を楽しんでくれてたっていうのも大きかったですし、もちろん学校行くの嫌だとか言われると、うん、ああ日本にいた方が良かったのかなってなるじゃないですか。まあ、でもアメリカの学校楽しいとか、いろいろこう英語を話せるようになってきたとかって聞くとすごく安心しますし、まあ、ずっとこう、ね、生活してると気づけば家族で一番英語が喋れなくなってたっていう、はい、もう子供たちにどんどん抜かれていって、はい、そういう意味では子供の成長とかね、そういうものも感じられて安心してる部分はあるんですけど、あとは自分自身が、ね、しっかり結果を残すことができれば、まあ、どんどんこうアメリカでの生活も慣れてくると思うんですけど、まずはこうチームメイトに認められるっていうのが一番大事かなと、うん、無理してでも、うん、明るく振る舞ったりとか、うん、やっぱアメリカってその暗いとダメだと思うんですよ、喋らないとか、うん、その自分を出せない選手っていうのはやっぱりなかなかチームに溶け込めないところがあって、嘘でもいいんでも明るく、うん、笑顔で。早かったでしょ、東京も。そうですね、僕はなんかすごい、まあ、チームメイトも良かったっていうのはあるんですけど、ドジャースってやっぱ日本人に慣れているというか、うん、日本人のスタッフもいますし、その日本人とプレーした選手もたくさんいたので、まあ、カーショーも黒田さんと、ね、プレーしてましたし、でカーショーもすごいよくしてくれましたし、まあでも笑顔が素敵だからな。そうですね、僕の考えも笑顔でイエスって言っておけばなんとかなるんで、全然違うことでも、うん、笑顔でイエスって言っておけば、うん、相手は気分悪くないじゃないですか、うん、はい、それ違うよってなっても、なんか笑顔だったらなんとか乗り切れるかなって思ってます。まあ2024年の、はい、それとその来るであろう、はい、まあ、引退っていうことも絶対あると思うんだけども、はい、なんか目標ってある？これだけはやっときたいっていう。200勝です。今何勝？今162、2か3、2か3勝。どう手応えは？あと30ちょっとなんで、うん、まあ3、4年かかるとは思うので順調にいけば。まあ200勝は日本でやると。どうなん？そうですね。2年じゃ多分まあ無理だと思うんで。うん、はい、だから日本でね、はい、まあそうですね、できれば、まあ、アメリカでやってもおそらく、ね、そこの200勝ってやっぱりそこまで注目されてないと思う、うん、できれば、ね、日本とかであの人の前でできたら嬉しいなと思うんですけど、その200勝のこだわりっていうのは何なの？最近いないじゃないですか、ピッチャーで、ね、200勝できないというか、うん、うん、で選考基準も変えようかっていうぐらい難しい数字になってきてると思うので、だからこそ価値があるのかなというか、うん、うん、あんまりこうそこを目指している人も少なくなってきてますし、だからあえてこう行きたいっていうのと、まあ、あと18歳の時に入団会見で200勝したいって言ったんですよ。また言葉に責任持つな、はい、だからまあ有言実行タイプだもんね。まあそうですね、基本的には何かあれば優遇タイプだと思うんですけど、まあ正直その頃は現実的ではなかったというか、まだ一生もしてないので現実的ではなかったですけど、まあ100超えて150超えてっていうのでだんだん近づいてきた時に、これはもう絶対こう成し遂げたいというか、はい、達成したい目標だなっていうので、まあ、今目標を聞かれればもう200勝っていうのは絶対言ってるんですけど、まあ、200勝するまでできればやめたくないなと思ってます。やっぱ同級生とか、はい、同期がやっぱ名球会とか、はい、200とか、はい、2000本とか、はい、到達してるもんね。そうですね、隼人がもう2000本打ちましたし、正弘、田中もあと2勝ですね、来年やるよね、入るので、まあ、そういうところでは僕も、はい、続きたいなとは思いますね。それは何、目標であるとともに負けたくないという。いや、そこには負けず嫌いじゃないの。いや、同級生にはないですね今。ああ、そう。昔はありましたよ。その田中がやっぱ18歳で入ってすぐ1軍で投げたじゃないですか、うん、で僕は2軍でいたのでもう負けたくないっていうのはありましたけど、途中からやっぱり同級生ってやっぱ特別な存在なので、負けたくないっていうよりもこう切磋琢磨して同級生で盛り上げていきたいというか、自分たちが中心になってやれたらいいなっていう部分はあるので。野球界を変えていってほしいよな。そこのこの新しいものにどんどんしかないんですけど、まあ同級生仲もいいですし、うん、はい、やっぱり活躍してる選手も多いので、だいぶこうね、上の方というかほとんどチームで一番上ぐらいにはなってきてると思うので、まあただ18歳からね、まあ最後だけど、はい、18歳から今の年までに築き上げてきたものの中で。一番これがあったからここまで築き上げられたっていうことを言うと何、はい、でも負けず嫌いじゃないですか。そうだな、はい、もうその言葉がもうぴったりだね、はいはい、でも大事なことだよね。そうですね、やっぱり負けず嫌いだったからこそ、うん、まあ挫折ももちろんうまくいかない時もあったんですけど、うん、そこでどうやったら自分がこう勝てるのかなとか、うん、もちろん成績もずっと良かったわけではないので、うん、負け越した時もありましたし、打たれた時もたくさんあったので。その度にこう何くそって思うことも多くて、どうやったら勝てるのかっていうばっかり考えてやってきましたし、まあ、ピッチャーってやっぱり勝たないと意味がないので、まあそうだね、やっぱチームが勝つ、ピッチャーに勝ちがつくっていうのが一番大事なことだと思うので、どうやったら勝てるかなっていうのはずっと考えてましたね。でも途中からは認めることも大事だっていうことも気がついたと思う、ね。はい、いやもう大人になりましたよ、もう、はい、大人になって、はい、まあ認めるというかやっぱり、はい、もちろん自分がこうすごいって認める選手もたくさんいますし、全員にこうね尖ってたらねよくはないですから、まあ、チームスポーツでもあるので、やっぱりチームの中での輪っていうのももちろん大事ですし、まあ、あとは後輩がたくさん出てきてからですかね、うん、やっぱり自分がやっぱ一番下だと上ばっかり見れるので楽なんですけど、自分が年を重ねると後輩とかやっぱり自分を目指してくれる選手も出てきたりするので、うん、まあそういう選手のこのアドバイスとかね、自分をこうなんていうんですかね、目標にしてもらえるような日頃からの行動とか練習の取り組みとか、試合でのこうマウンドでの振る舞いとか、まあ、そういうものを気にし始めた時に少しずつこう大人になり始めた部分は出てきたかなと思います。いやー、なかなかありがとうございました。なんかかっこいいマイケンが帰ってきたというか、俺もっとやんちゃで来るかなと思ったら。2012年とか何歳？11年前だよね。24歳。いやそれはもう違いますよ、さすがに。いやでもね、やっぱダルに会った時もそうだけども、やっぱかっこいいなと思うよ、メジャーリーガーって。やっぱ人間的な成長もものすごく感じましたし、また応援していこうっていう気にまたなりました。ぜひアメリカにね、いや本当にね、アメリカに行かなきゃいかんなと思ってて。もう本当に行った時は頼むよ。はい、ぜひいつでもお待ちしてます。スイートルームかな。いや、こっちが用意するから。ホテル。いや、ホテルはいい。ホテルは部屋、インタビューですね。あ、じゃあそれはなんか球団にね、スイートルームを用意してもらってみたいな。ね、本当に応援してます。本当はいつまでもかっこいい。まあそれと最後はやっぱり日本で投げる姿を楽しみにしてます。そういえば見ましたよ。カープのやつね。何？動画のやつ。僕の動画出してくれたじゃないですか。ああ、でももちろんですよ。練習しながらずっと見てました。トレーニング中、ランニング中とか見たりするんですけど、帰ってくるかなと思ったら帰ってこないからさ。あの時、あれ何月でしたっけ？6月ぐらいです。ああ、6月か7月ぐらいかな。まあ、あの時ちょっとやばかったですもんね、僕。いや、もう帰ってこいと思って。でもね、まだまだ元気そうだし、ね、あと2年を全うして、ね、2年、3年後、ね、帰ってくること。で、日本で200勝する。まあアメリカでしてもいいんだけどね、本当に応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。